雪の日のうさこちゃん、ディック・ブルーナ、文都へ、石井桃子、役、福音館書店。窓の外は真っ白な雪。うさこちゃんは帽子に長靴、襟巻きに手袋、冬支度をして出かけます。そり遊びにスケート、雪だるま作り、雪遊びを満喫していると、あれ、雪の中で泣いている家のない小鳥がいました。うさこちゃんは小鳥の家を作ってあげます。大人の手のひら大の小さなサイズに、冬の楽しみと弱いものを助ける優しい心がいっぱいに込められた絵本です。1歳から大人まで雪の日に一緒に楽しみましょう。